FIA は、木曜日、F1 のコンプライアンス規則が、機密保持の侵害を防ぐのに、十分なほど権良であると判断し、スージーとトトウルフに対する調査を中止したと発表した。これに対し、ルイス・ハミルトンは、金曜日の表彰式で、スポーツの運営団体を批判し、容認できないとして、F1 の統括団体に変革を求めた。ハミルトンは、FIA が、スージー・ウルフに対する機密保持違反疑惑を調査していたが、 その後、中止したことに失望し、最も素晴らしい女性リーダーの一人であるスージー・ユルフの誠実さを、何の疑問も証拠もなしに疑問視しようとしていたのを見て、本当に残念な一週間でしたと述べた。スージー・ユルフも FIA を批判し、威圧的で女性別視的な行動に目指していると思われる根拠のない主張に対し、深く侮辱されたと述べた。FIA は、適正な手続きに従っていると出張し、女性別視によって引き起こされたとの考えを否定した。コメント ハミルトン、メルセデスが、今回の FIA の総反利益疑惑の捜査に対して批判をしたという記事です。私の意見としては、何を言っても良いと思いますが、ハミルトンは、直接、今回の件には関係ありません。余計なことを言ったなという感じです。さらに言うと、自身は、FIA から、レースで、装飾のための、宝飾品、指輪やピアスなど、をつけないようにと言われたにもかかわらず無視し続け、 最終的にペナルティ寸前で止めたり、FIA の表彰式を欠席し、罰金を受けたり、好きなことをやっていながら、今回の件で FIA を非難するハミルトン、人間性が出ていると思います。スージーも批判していますが、確かに、FIA も説明不足感がありますが、捜査を受けたことが女性蔑視だということは納得できません。FIA に捜査権を認めているなら、捜査を受けても問題はないはず。ただし、 何の容疑かは明確にすする必要があります女性別詞と何回も叫んでいますが、女性だから捜査を受けたことについて別紙と言ってるのは違うと思います。容疑を受けたのが女性であっただけでしょう。世論を味方につけたい意図が見えるようです。それ以外もありますが、ここまでということで。